どうも料理の兄さん、リュウジです。はい、今回はですね、なんとですね、このね、これ、知ってますカレーでした。これのめちゃめちゃうまい作り方を発見してしまいました。これね、やったことある人もいるかもしれないですね。まあ、僕の一番流行ったレシピにすごい酷似してるレシピなんですけど、これがね、マジでうまいので、めちゃめちゃ簡単な作り方なんでね、実はこれとこれで、はい、サケルチーズとカレー飯でちょっとですね、めちゃめちゃうまいね、ネオジャスティスカレー飯作っていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきたいと思います。まずですね、カレー飯、これね、まあ今回ビーフですけども、他のやつでも美味しいです。取っていきます。で、ここまで剥がすって書いてあるとこまで剥がしてくださいね。まあまあまあ、こういうこともあるよね。はい、まあ、こんな感じね。でですね、サケルチーズですね。おで、これをね、ここに細かく裂いていくんですね。こうやってこうやってこうやって裂いていくんですね。ここが一番ね、めんどくさい部分です。なるべく細かめに裂くと、あとあと混ぜるのが大変じゃないです。これね、ツイッターで公開して結構バズったレシピなんですね、これね。はい、こんな感じでですね、全部入れましたら、ここにですね、お湯ですね、熱湯ですね、熱湯入れます。ちょっとこう触れました。で、閉じます。はい、それではですね、5分経ちましたので、5分経つとこんな感じになってます。はい、蓋は全部取っちゃって大丈夫です。ここでね、コンビニでもらえるプラスチックのスプーンでやると失敗します。この鉄のスプーンでやってくださいね。でね、思ってる、5倍混ぜます。あちちちあちちち、これは難しいよね。まあ、最初はね、とろみが出るまではゆっくり混ぜて、とろみが出てきてから勝負です、これ。もうね、とろみ出てきましたね、これね。これ、とろみが出てきたら結構ね、高速で混ぜちゃっていいです。ここまでやらないと、ちょっとね、ジャスティスライスにならないですね。ジャスティスカレー飯ね。今、かなり今、融合してます。これね、プラスチックだとね、こんなにかき混ぜらんないですね。ここぐらいまで混ぜたら、持ち上げてみてください。こんなに伸びるんですね、これね。こんなに伸びるんですよ、これ。これがね、このチーズのコクがめちゃめちゃ絡まり合ってね、カレー飯のにね、もうさらなるコクがね、加わるんですね。これがうまいぞ、このチーズカレーが。もう一回いきますよ、これ。これがうまい。これで完成です。はい、それでですね、早速出来たてを食べていきたいと思います。見てください、この粘り気ですよ、これ。これがね、うまいんですね。ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。うん、あ、うまい。これ、一つ言わせてもらうと、チーズとカレーでうまくないわけないだろうっていう感じですね。まあ、食べてみると分かるんですが、これね、カレーとチーズが混ざり合ってね、すごくね、弾力がある、ほんと新感覚のカレーになってます。味的にはね、かなり普通のカレー飯よりコクがアップしてます。旨味、コクと旨味がかなりアップしてます。これチーズのおかげですね。これはね、なんかカレードリアとか好きな方も絶対好きですね。これめちゃめちゃうまいです。まあ、カレー飯自体は、ね、僕結構好きなんですけども、サケルチーズね、ま、溶けてこう、なんていうの、こう混然一体となったところ非常に美味しいです。で、今回はね、ちょっとこれにね、ちょい足してみたいと思います。はい、これですね、タバスコですね。もうめちゃめちゃ好きなんですけど、チーズで丸赤になったところにタバスコを足して食べるっていうね、これが非常に美味しいんじゃないかと思いました。ちょっといただきます。うんうんうん、結構ね、こってりするので、そのこってり感をこれ、ね、タバスコを入れることによってね、うまーいこと味がね、すごくバランスが持てて、これね、結構ね、そのまま全部食べようとすると結構ね、胃にくるんですけども、タバスコみたいなね、酸味があるものをですね、一緒に混ぜることによって、すごくね、最後まで飽きずに食べられると思います。これね、非常に美味しくて簡単なので、これね、ぜひやってみてください。はい、それではですね、今回の動画作ってみたいなとかですね、美味しそうだなって思っていただいた方、ぜひぜひ、チャンネル登録および高評価をお願いします。